カール・ヨーゼフ・ザイツは、オーストリア第一共和世紀に活動したオーストリア、社会民主労働党の政治家、連邦大統領。オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれる。彼の一家は小規模な石炭交易に従事していたが、1875年に父親が早死にしてしまったことで、一家は、ひどい貧困に陥り、ザイツは、個人へと入れられることになった。 その中でも、ザイツは高い教養を身につけ、奨学金を得て、ザンクトペテルンの教員養成大学へ入学することができた。卒業後、彼は1888年にウィーンの公立小学校に就職した。この頃にはすでに筋金入りの社会民主主義者であったため、彼は幾度も政治的な行動による懲罰を受けてきた。 1896年と1897年には社会民主主義を主張する教員による連合を組織した経験もあり、この行動によって教員生命を断たれることとなった。教員を追われたザイツは政治活動に精を出すようになり、党内でも教育分野において巧妙な専門家として名声を上げた。1901年には帝国議会議員に当選し、 続く1902年には、定地オーストリア暫定議会議員にも当選した。1914年に第一次世界大戦が、開戦してからは平和主義主張の傾向を強め、1917年に開催されたストックホルム社会主義者会議にも参加している。オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊が進む1918年10月21日。 ドイツ人地域から選出されていた帝国議会議員たちは帝国解体による混乱を抑えるためにドイツオーストリア暫定国民議会を設置した。ザイツは暫定国民議会設置に際して3人設置された議長の一人となった。1週間ほどが経過した同月30日には非公式ながらも臨時の国家元首として当角を見せた。十一月十二日。 オーストリア・ハンガリー皇帝カール・イセイが国事不関与宣言を出して事実上退位したことを受けてオーストリア・ハンガリー帝国は消滅、暫定憲法の発布によってドイツ・オーストリア共和国の建国が宣言されザイツは同国の大統領に就任した。またドイツ・オーストリア共和国の成立とほぼ同時期にオーストリア社会民主労働党の党首であったビクトル・アドラーが病死した。 このことを受けて、ザイツは同党の党首にも就任することとなった。1919年にはザイツの役職は正式なものとして確定し、ザイツはオーストリア共和国大統領とオーストリア社会民主労働党党首を兼任することになった。同年3月4日にドイツ・オーストリア暫定国民議会は憲法制定国民議会へと発展解消され、ザイツは 同議会議長にも就任した。1920年10月1日、オーストリア連邦憲法が制定された。同月17日に行われた選挙では保守派のキリスト教社会党が勝利を収め、ザイツは社会民主労働党左派のオットーバウアーの提言によってキリスト教社会党との大連立を解消し、同党へ政権の座を譲り渡した。 続く11月20日に実施された国民議会議長選挙でも、ザイ津は敗北し、議長にはキリスト教社会党のリハルト・バイスキル・ヒナーが就任した。度重なる選挙での敗北を受けて12月9日に、ザイ津は連邦大統領を辞任、以降は社会民主労働党党首として活動するから、憲法制定国民議会から分離した。 オーストリア国民議会にて議員の一人としても活動した。1923年11月13日、ザイツはヤーコプロイマンの後継としてウィーン市長に就任した。ザイツはユリウス・タンドラー、フーゴブライトナー、オット・ーグリュッケルラを起用して医療、財政、教育などの様々な面で改革を実行した。ザイツの実施した改革によってウィーンは 社会民主主義の見本誌となり、赤いウィーンという通称で呼ばれるまでに至った。1929年には、ウィーンの名誉市民に認定されている。1933年3月、エンゲルベルト・ドルフンスは、連邦大統領のビルヘルム・ミクラスに、国民議会の閉鎖を提言し、議会を閉鎖に追い込んだ。翌年の2月12日から2月内乱が発生し、 同日にザイツはウィーン市長を非免の上逮捕された。加えて、二月内乱は、社会民主主義陣営の敗北に終わり、社会民主労働党も決闘禁止処分を下され、解散となった。ザイツ自身は、数ヶ月の拘禁の後釈放されたが、政治家としての彼の人生は終わりを迎えた。釈放後のザイツは、ウィーンで生活し、 1938年のアンシュルスと1939年の第二次世界大戦の改戦も同地で経験した。1944年7月20日に発生したヒトラー暗殺未遂事件との関わりを疑われたザイツはラーフェンスブリュック強制収容所へと投獄され、大戦終結の直前に解放された。第二次世界大戦終結後、 旧社会民主労働党のメンバーによって、オーストリア社会党が決闘されたことを受けて、ザイツは、社会民主労働党の党首を正式に辞職した。その後、ザイツは、オーストリア社会党の名誉党首にも認定された。また彼は1946年から1950年まで、オーストリア赤十字社の代表を務めた。1950年2月3日、心不全により死亡した。 去年80歳、ウィーン中央墓地に埋葬されている、ブリタニカ国際大百科事典、britannica.com、2020年2月11日閲覧、ありがとうございます。